株式会社、東急トランセは、渋谷駅から、大観山エリアへの循環路線や、空港連絡バス、高速バスの運行、東急バスの一部路線の受託運行、貸切バスの運行を行っている、バス会社である。東急バスの100%子会社として、1998年4月8日に設立された。トランセとは、 トランスポートという英語をフランス語風にアレンジした造語である。遠隔、担当路線、車両などの詳細は、東急トランセ10周年記念ラッピングバス、大館山巡観線専用車、日のリエッセ1998年7月28日、運行開始、東急トランセの直営路線である。担当は下場営業所、大館山巡観線は、 渋谷駅西口から南平台町、旧山手通り、東急東横線大館山駅入り口、猿楽町を経て渋谷駅に戻る循環路線。通常ルートの途中に目黒区青葉台地区を通るフリー校舎区間があるのが特徴である。系統番号の表示はなく、始発以降の数便は青葉台2丁目を通らず、渋谷発20時10分以降のバスは青葉台2丁目止まりである。 運行時間は8時から20時30分で6から15分間隔と本数は多い。東急バスがワンランク上のバスサービスを目指した東急コーチに続くものとして新会社として発足した東急トランセの新しいバスサービスとなるべく様々な工夫が凝らされた。その一環として専用カラーのバリアフリー車両での運行。 専属女性運転士による、きめ細かなマイクアナウンスと接遇サービス、独自の専用交通 IC、カード、トランセカードが導入された。東急コーチに続き、デマンドバス方式を採用し、運行開始当初は、青葉台二丁目停留所で、デマンド運行を行っていた。その後、2011年6月1日より早朝以外の全便が経由するようになり、同日より、 バスナビゲーションシステムが導入された。大貫山循環線のバス運転士は、運行開始以来、専属運転士として女性のみが採用され、当初は大貫山循環線専用デザインの女子用制服も存在した。聖望にリボンがあしらわれ、スラックスの他にキュロットスカートの制服も用意されていた。2014年からは、 男性運転士も担当している。また現在は、大館山巡観線専用の女子制服は廃止され、女性運転士の制服は、路線遠隔運賃、乗車券類運賃、割引制度運賃は、大人160円、小に80円。運行開始以来、大人150円、小に80円であったが、2019年10月1日の消費税率10%への増税に、 パスもスイカ、東急バス IC1 日乗車券も利用できる。ただしバス利用特典サービスは適用されない。各種障害者手帳提示により障害者割引も適用される。2015年4月1日、大韓山巡観線の運賃制度がリニューアルされた。これにより、東急バス IC1 日乗車券の利用が可能になった。また、従来は、 大観山巡環線独自の割引制度として、複数人数割引、日曜祝祭費割引が存在したが、リニューアルに伴い同年3月31日をもって、これらの割引制度は廃止された。複数人数割引では、大人運賃は2人目以降100円となり、日曜祝祭費割引では、日曜、祝日に限り大人100円、小に50円となった。 割引運賃が適用される日曜、祝日には車両全面と前扉付近にマグネットステッカーが重付されていた。専用回数券2015年4月1日の運賃制度リニューアルに伴い、紙式の大館山巡観線専用回数券が発売された。販売金額は1000円で、運賃改定前は大人用150円券7枚綴り、 小2用80円券13枚綴りプラス10円券1枚綴りであった。当初の販売場所は、東急バスゲバ営業所、東急バス、渋谷案内所のみで、バス車内での販売はなかったが、その後はバス車内でも販売されている。2019年10月1日の運賃改定により、販売金額は1000円のまま、券が大人用160円券7枚つづり、 小認用80円券14枚綴りに変更された。運賃値上げに対応し、回数券の割引率がアップされている。トランセカード大館山巡観線専用のバスカードとして、運行開始時から独自の非接触式 IC カード、トランセカードを採用していた。このトランセカードは、日本初のフェリカ搭載交通系 IC カードである点が特筆される。 2007年8月24日からはパスモを導入し、専用トランセカードは前日の8月23日をもって利用終了した。パスモ導入と同時に首都圏 IC カード相互利用サービスにより追加も利用可能となった。なお、バス共通カードはパスモへの移行時も利用できなかった。廃止されたトランセカードの代替として、時期式の 大観山巡環線専用バスカードを発行していたが2015年4月1日の運賃制度リニューアルに伴い同年3月31日付で販売終了同年9月30日で利用終了した車両大観山地区の境外な道路環境に合わせ小型バスを使用している1998年には後部に車椅子用のリフトを備えたマイクロバスの 三菱不走ローザが5台導入された。その後に乗客が増加し、乗降口が1扉で乗降に時間がかかること、脱却時には積み残しも発生したことから、8年後の2006年7月28日より、新たに2扉で乗降が便利な小型バスの日の DSC を5台導入し、乗降口を前扉と中扉に分割した。中扉のステップ内蔵リフトで、 車椅子での乗降も可能である。リエッセイの置き換えにより、2008年にはさらに1台リエッセイを導入し、ローザは全車除籍されている。2017年により3台目車両として、日のポンチョが導入された。2020年10月現在、2006年に5台導入されたリエッセイはポンチョに代替され、2008年式のリエッセイが1台予備車として残っている。 ポンチョは、ノンステップバスのためリフトは装備せず、車椅子の乗降時。専用塗装は、大観山の街の景観に似合うシックなワインレッドを、貴重に、車体の裾にコ色をあしらい、ローザには金色で、東急トランススの手書き風ロゴ、リエッセには、白抜きのトランセロゴと、水色のラインに、大観山ループラインのロゴが入る。ポンチョにも、リエッセとほぼ同様のカラーリングが引き継がれている。 バス停留所やシートモケットには専用車両を擬人化したキャラクターが描かれている。車番は東急バスゲバは営業所を表す SI に続き7800番台の番号を用い SI7801 から導入順に連番。ローザは7801から7806、リエッセは7811から7816となっている。ポンチョ導入後は 車番の不番が変更され、2017年式の車両は6701から6704、2018年式の車両は6801となっている。なお、大館山巡管線のリエッセは除籍後に、地方のバス事業者へ移籍し、都職をほぼそのままに、車体の文字だけ変えて使用されている。2018年4月に、元東急グループの草軽交通へ2台移籍。 軽井沢駅南口と旧軽井沢銀座を結ぶ旧軽井沢銀座シャトルバスで使用されている。また、同2018年10月には北海道の沿岸バスに一台移籍し、同社の本社所在地である羽幌町のコミュニティバス、羽幌町内循環バスホット号で11月より使用が開始された。こちらも図職はほぼ変わらず、寒冷地仕様に改造の上、 同社のオリジナルキャラクター、萌えっこのラッピングは施されている。すべてでは営業所の管轄である。渋谷羽田空港線京浜急行バス、東京空港交通と共同運行。2000年7月19日運行開始。一部の便は、羽田空港第1、第2ターミナルや渋谷駅西口を通過する。二子玉川、渋谷、六本木発の羽田方面行きは、 京浜急行バスが担当する。また、早朝、深夜便アクセスバスは、通常便と運賃が異なる。2014年9月1日のダイヤ改正で、鶴巻営業所から、下馬営業所へ移管二2015年4月1日より、羽田空港の深夜早朝アクセスバスとして、六本木ヒルズへの乗り入れる系統を新設。なお、深夜早朝便は二子玉川まで運行する。 2016年7月13日より、東急トランセ直営に変更。二子玉川羽田空港線京浜急行バスと共同運行。2009年4月24日、運行開始。2014年9月1日のダイヤ改正で、鶴巻営業所から、下馬営業所へ移管。2016年7月13日より、東急トランセ直営に変更。 2019年10月1日より、二子玉川駅バス停が、羽田空港発の校舎専用バス停となる。大崎羽田空港線京浜急行バスと共同運行。2016年12月17日運行開始。本数全体の約3分の2が、大井町駅発着系統で、大崎駅西口、大井町駅両発着系統とも一部の便は、 品川シーサイド駅を通過する。東急バス公式サイトには48人乗り、補助席付きトイレ無車両で運行する旨が記載されているが、東急トランセ担当便に関しては、42人乗り補助席付きトイレ有車両で運行することがある。運行開始時当初は、大崎駅羽田空港間を直通運行していたが、 2020年9月1日から、京浜急行バス単独運行だった、大井町駅、品川シーサイド駅羽田空港線と路線統合し、現在の運行形態に変更されるとともに、大井町駅発着の系統が新設された、ため大幅な増便となった。パイレーツ号の遺憾にあたり京浜急行バスから譲り受けた、エアロクイーンアイ。塗装は、 貸切車のアレンジすべてげは営業所の管轄である。中高高速バス京王バス、富士エクスプレス、富士急バスと共同運行。2014年12月19日運行開始。2016年7月1日全便が、富士学校前停留所に停車。幕張メッセ渋谷線、k 王バス、京成、A、バス、京成トランジットバスと共同運行。幕張メッセでのイベント開催時に、 渋谷駅行きのみ運行。過去には、千葉シティバスが運行したこともあった。渋谷藤枝、相良線静鉄ジャストラインと共同運行。2016年12月16日運行開始。玉プラーザ、二子玉川、渋谷軽井沢、北、軽井沢、草津温泉線、京王バス、西武バス、上田バスと共同運行。 2017年3月16日運行開始。2018年12月14日にダイヤ改正。季節ごとにダイヤを設定。2019年2月1日より一部便を玉、プラーザ駅、または二子玉川ライズ、楽天クリムゾンハウスまで延伸。渋谷袖ヶ浦、木更津線、京王バス、小港鉄道と共同運行。2018年7月10日。 運行開始。渋谷、三谷アウトレットパーク、木更津線、京王バス、小湊鉄道と共同運行。2019年8月1日運行開始。二子玉川、渋谷、木更津、安房、鴨川線日東交通と共同運行。2018年10月1日より、日東交通、鴨川日東バスの2社が先行して、運行開始。2019年3月1日より、 東急トランセが運行に参入。クルリ駅前を経由する各駅停車とクルックフィールズ入り口を経由する急行の2系統を運行。2019年8月1日より、急行系統がクルックフィールズ入り口に停車開始。2020年7月23日から、二子玉川ライズ、楽天クリムゾンハウス、富崎神社、小津駅前、田原田、クルリ駅前、 くるり城三3の丸跡、平山、松岡、笹手流城廃止。二子玉川渋谷駅間は2往復のみ運行。また、二子玉川駅は、安房鴨川発のみ、停車の降車専用。木更津カナダバスターミナルは、渋谷、安房鴨川の両方向に対し乗降可能だが、土休日の一部の便は停車しない。安房鴨川駅、亀田病院間は、 ゴールデンウィークは運行しない。夜行高速バス渋谷、二子玉川新居浜、西条、今治線2016年4月15日運行開始。瀬戸内運輸と共同運行。1998年まで東急バスが運行していたミルキーウェイ撤退以来、東急バスグループとしては18年ぶりの夜行路線である。元は、 京浜急行バスと瀬戸内運輸が共同運行していた路線で、東京側は品川バスターミナル発着で、浜松町バスターミナルを経由していたが、東急トランセ参入と同時に現在のルートとなった。京急は2015年9月30日に運行から撤退した後、2016年4月14日まで、東京側での予約業務を継続していた。 2018年10月1日より、今治駅前への乗り入れ開始、今治国際ホテルの停車を廃止。渋谷、二子玉川上高地線2016年7月29日、運行開始。京王バス東、アルピコ交通東京と共同運行の、季節運行路線。上高地発はサワンド、新島駅のみ停車。車両中高車両は、日野、セレガが6台収益し、 貸切車と同じ東急マーキュリーカラーで東急ハイウェイバスのロゴが入る。塗り分けは貸切車の塗装をアレンジしたもの。夜行車両はセルガに加えて京浜急行バスから移籍した三菱不装エアロクイーンが2台収益し、セレガと同じくマーキュリーカラーで東急ハイウェイバスのロゴがリアオーバーハング部に入る。車盤は3000番台が付与され、 2014年5月31日までは、セッター営業所が担当していたが、2014年6月1日からは、ゲバ営業所に移管された。2018年9月から、イスズガーラ HD3850 が登場し、MS8 クイーン3 5 6 5号車を除籍した。なお、12月からパイレーツ号として運用している。 残る MS8 クイーンは3561号車のみとなった。東急と乱世の直営事業として貸切バスの運行を行っている。ビジット、渋谷号三菱不走、エアロキング赤坂のザキャピトルホテル東急と渋谷マークシティを結ぶ。京阪バスの定期観光バス、グランパノラマとして活躍したエアロキングを中古購入して使用していた。点検時は、 通常の観光バス車両で運行された。神奈川サイエンスパーク送迎バス高津営業所では、溝の口駅北口より、神奈川サイエンスパーク無料、シャトルバス、NEC プラットフォームズ関係者専用送迎バスを運行している。神奈川サイエンスパークの無料シャトルバスは、一般の来館者も乗車することができる。専用車として、東急トランセ直属の車両を所有している。 これらの車両は、東急バスからの委託ではないため、車体の社名表記が、東急トランセで、後日の楕円形のステッカーも貼られていない。詳しくは、東急バス、高津営業所契約輸送の項を参照。東急トランセ自宅路線バスに貼られているステッカー、トランセステッカーが貼られた、自宅車両親会社である、東急バス路線の自宅運行も主要業務の一つで、ある。 1999年8月1日、東急バス野沢線の中目0一系統、中目黒駅、野沢龍雲寺を大観山巡環線を受け持つけば営業所にて受託した。その後2003年までに、鶴巻、瀬田、淡島、高津の各営業所を順次設置し、それぞれ東急バス本体の路線を受託運行している。これらの受託路線は、 東急バスの車両を使用し、東急トランススと表記された楕円型のステッカーを車両前面に重付している。東急バスからの受託路線においては、車両自体は東急バス所属であり、車体カラーリングも全く同一で、案内放送では車名を東急トランスではなく、東急バスと案内し、定期券、バス共通カード、一日乗車券など、乗車券類も、 完全に共通利用できるなど、乗客側から見れば、東急バス本体が運行する非たく路線とほぼ、変わらない。ただし東急トランセ委託路線でも、乗務員は、東急トランセ直営路線同様、サービスプロバイダーと称する。東急バス本体では乗務員を、サービスクルーと称しているので、この、世田谷区、コミュニティバス、たまりバーバス、東急バスからの委託を受け、渋谷区、 世田谷区のコミュニティバスの運行を行っている。詳細は、各路線及び営業所の記事を参照。センター北川口湖線富士急湘南バスと共同運行。2014年3月1日運行開始。2015年7月11日より、下季期間限定で富士山5合目まで延長。2016年10月1日東急バス新は営業所に移管。 富士急湘南バスと共同運行。2014年3月1日運行開始。2016年10月1日東急バス新は営業所に運行一貫。富士急湘南バスと共同運行。2014年12月1日より季節限定で運行開始。2016年12月3日時点で東急バスでの運行に変更。加藤義和 バスジャパンニューハンドブックス30東急バス BJ エディターズ2000年4月1日 ISBN4 から795277958加藤義和バスジャパンハンドブックスシリーズ R69 東急バス BJ エディターズ2010年2月1日 ISBN978 から44億3411万5646 バスラマインターナショナル84ボリューム15ナンバー4ポルト出版2004年6月25日 ISBN4 から899800843バスマガジンボリューム57講談社 BC 講談社2013年1月26日 ISBN978 から4から06から366714から1ありがとうございます